ちは、ひなたです。はい、ということで今回はですね、やっと念願の病院に来ました。もうすぐそこにあるんですけど、今回はね、何ヶ月ぶり、あの動画以来行ってないよ私。前回の動画以来だね。あれいつだったっけ、3、4ヶ月前。3、4ヶ月、嘘でしょで、ちょっと今回はいつもとね違う感じにちょっとしてもらおうかなって思いますので、ぜひ皆さん楽しみに最後まで見てください。ジュスピエ・アン・レッドンさん、今回もお願いしたいと思います。それではレッツゴー、ひなたチャンネル。はい、お願いします。お願いしますさあどうしようかな。もうミルクベージュ、ミルクティーベージュ。オッケー、ミルクティーベージュね。これよりちょっと暗め、うん、暗め。結構綺麗になるよ。楽しみだね。嬉しいことに、前回出した動画を見てくれた人がこの美容院に来てくれる子が結構いたんだよね。っていう風にね、美容師さんに聞いて嬉しいって思いましたね。急に質問するんですけど、今流行ってるなんかカラーとか髪型とかトレンド、うちはめちゃくちゃ流行ってますね。モザミルクとか、薄いピンクとか、あ、確かに見るかも。ちょっとスモーキーだよね。スモーキーな感じですね。確かに見る。あれなんか検索してたらさ、検索のとこ全部それになってくるからね。ブリーチばっか見てたら。髪型はなんかいろいろだよね。最近ちょっと長め。伸ばしてる人多い気もする。冬だからですね。毎回さ、この絵面もさ、違うの。今日ちゃんと眉毛描いてきた？描いてきた。うわ、え、これ何ですか？これは、温める機械。温めるんだ。燃えてる、燃えてる。やばい。すごいでしょ、わかるでしょ、これで。わかります。すごい、なんか美味しそう。どういうこと？キンタン、なんか美味しそう。ちょっとホイップのせめっちゃ美味しそう。ちょっとね、OK、 ありがとうございます。ちょっと置きます。ちょっと貸したから。実はこれになるらしいよ。今から私だって電話してた、本当はこれにしてくださいって。おもんな、ガチガチガチ、これになる。マジで、っていう作戦だったけど。なんでそれ言ってんの、言っちゃダメじゃん。何言ってんの。わかんないんだけど、なんでネタバレしてんの。これにします。これ今マジ、うん、本当言ってる、緑にして。ちょっと待って、これって入ってる、意味がわかんない。これ入ってる。でこの色になるってこと、今から。そうそう、今から、うん、本当にこれにしてください。だから今それブリーチなんだよ、本当は。何言ってんの。だから多分おかしいは。サムネ、サムネ。びっくり。いや、びっくりじゃねえよ。ね、なんかどっていう嘘みたいなね。こんな感じなの。ブリーチじゃないんですか。ブリーチじゃないです。ちょっと待ってよ。ギャオがいる、ギャオ、ギャオ。びっくりしたよ。何が起きたか忘れ。
りますか？やばくない？ OK、よし、鳴らすか。お願いします。ありがとう。これ大丈夫
感じ。イエーイ。雰囲気変わるね。巻き方変わるとね。そうかな。はい、ありがとうございます。さ、色もさじゃーん、どうですか。ということで終わりましたどう、いい感じにしてもらいました。どうですか。可愛いです。はい、ということでね、定期的にちゃんと美容院行きます。はい、そしてください。誓います。お願いします。ということで最後まで見てくれということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。